どうもこんにちは。今日はですね、格闘技に、応用可能な、PLF のストレッチを、やりたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ。ではですね、まず足の場所にこういうふうにミットを置いて、最初の角度を、確認してください。で、パートナーの選手は、はい、膝関節よりも内側に足を当ててください。はい、こうすることで、上沢明選手はこれから内側に足が進まない状態になっていますので、では上沢選手は、股関節をぐっと閉じて、思いっきり6秒間近い。せーの、1、2、3、4、5、6。はい、じゃあ、そのままですね。で、大きく2回深呼吸してください。お腹を柔らかくして、はい、じゃあ自分で今の角度に広げてみましょうか。お、来ましたね。はい、じゃあ2回目。はい、1、2、3、4、5、6。2回深呼吸して、ゆっくり自分で広げます。お、まだいった。まだいきますね。はい、じゃあ3セット目で、はい、この日、この角度を保ったまま内転筋を6、背中を柔らかくして、さあ自分で広げてみましょう。いいですね。じゃあ今度はですね、前に倒してみます。はい、じゃあ、手を遠くに出して、この手のひらをベタッとつけて、一番限界まで。じゃあパートナーはこのミットですね、指先を当てたいと思います。ではパートナーの人はこういうふうに後ろから入るんですけども、腰、背中にこう全体に腕を当てて出して当ててください。それでは上沢選手は西山選手をグッと押し返すように6秒間、はい、押し込んでください。用意、始め。1、2、3、4、5、6。じゃあ同じように息を吐いて、ずっとミットをゆっくり自分で押していきます。自分で倒すんですね。はい、じゃあ2つ目、ね。今の位置をキープした状態で、はい、6秒間返す。1、2、3、4、5、6。はい、力抜いて、息を吐いて。ウィー、はい、オーラス。1、2、3、4、5、6。あー、きついけど。行きましたね。行きました。はい、OK です。はい、ちょっとすごい多分柔らかいですもん。これがですね、筋肉の、緊張と弛緩を利用した、ストレッチになります。